するしない？ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいです。嬉しいけど、もうなんかあの時の涙は一度止まってるので、枯れたというか、なんか冷静になった。もう落ち着きました。そんな攻めっ気たっぷりでした。まあ4回なんでね。しかももう前半で追わなきゃいけない立場が明確になりすぎてしまったので、行かざるを得ないところはあったと思います。だけど手が入ってましたね、あの3回戦とか特に。なんかうっかりまくられそうになってるんですけど、いや本当なんかあれだけこうリーチして積もれるんだから、それはありがたいですよね。右側ってこういうやつ、こうやってたやつ、あれはね、後ろにポイント差が乗ってて、画面にそれをチェックしながらやってました。でも私ね、そんな見てなかったと思うんだけどな。なんかちょうどタイミングよくカメラがそこを切り替わってたのかな。はい、みんな見てました。うん、勝因なんだろう。うん、あれはよくなかったかどうか悩んでるリーチです。結構ね、あのね、2回ほど普段ならリーチ打たないかなっていうのをリーチ打ちました、最終ハッチは。それの一つです。はい。もう一つはね、トンパツのね、それは換算ピンのね、ドラドラの手をね、上がれたんだけど、あれはちょっとどうなのかなっていうのを打ちました。はい。でもなんか悩みすぎてリーチ打てないとか、ま、なんかなんだろう、降りなきゃってなるよりは、なんか攻め切りたかった気持ちがあったんで、まああれはあれで結果に結びついたと思いたいんだけど。うん、一個じゃん。いや、わかんない。なんかちょっとプライベートで大会開くじゃん。ただ2個ぐらいいけるかもしれない。うん、なんか、うん、あれはね、本当にそんな簡単に取れるもんじゃないから、本当軽々しく言ってるけど、本当大変だから。いやもうね、1個でも本当に嬉しいんで、まずこの余韻に浸りたいです。うん、まあ、次の大会とかね、もう始まってるんですけど、いろいろ頑張ります。動画でね、言いたかったことがあるんですよ、私。あの生放送の時には結構なんだろう、いろんな質問をね、実況のももちゃんとかしてくれたんですけど、もう本当に気持ちがふわふわしてて、なんか言いたいことちゃんと言えなかった気がして、基本的にいつも言いたいことちゃんと言えるし、コメントも考えとくタイプなんですけど、あの時は本当に出てこなかったから、こんなことあるんだなと思って、あの時のセリフをちょっともう一言だけ言わせてください。いいですか。はいはい。決勝戦見ていただいた方、そして応援してくださった方、コメントも本当に嬉しかったです。ありがとうございました。なかなかこう戦うことね、いっぱいあるんですけど、なかなか結果ってついてこないし、優勝できるのって何十人とか何百人とかいる中で本当一人っていうのが、まあそこが価値が高くなる理由なんですけど、でも本当に勝ちきれることってなかなかない。もう8年目やってますけど、こう優勝っていうのは本当震えるぐらい嬉しかったし、なんかこうやっとこう皆さんに勝ったよって言えたことと、なんか応援してくださる方々のコメントで、次頑張ってくださいとか、次は優勝してねってコメントが嬉しいけど、結構プレッシャーだったりしてたんですね、ある種、まあ、何年か前は。だけど今はこう純粋に麻雀も楽しんで勝ち切るっていうのが今回実際にできたかなって思っていて、それもこうやって一人じゃなく皆さんの気持ちが届いたからかなと私自身思っております。だから本当にツイートもたくさん、コメントといいねしてくださって、全部こうチェックしていい願いししてるんですけど。すごいそれも嬉しくて、本当にありがとうございます。今後さらに頑張って、自身のリーグ戦だったりもね、まだまだあるので、これからも
応援よろしくお願いしますって言いたかったの。はい、皆さん改めて優勝おめでとうございます。ありがとうございます。